こんにちは、文京区議会議員の田中和俊之です区議会では無所属会派、新選文教として幹事長をおせつかっております私が政治家を目指した志は文京区吉島に生まれ文京区に育ったことで、この文京区に愛情があるそして選挙の手伝いを通して候補者の訴える政策などを 現場で目,目で見て手で感じ政治に関心を持って大学を出て一般企業にシステムエンジニアとして就職をして民間での考えを学んだ後に立候補を決意いたしました私はいつも「区生と皆様の暮らしをつなぐ」をモットーにしております皆様からのご支援をいただき 議員として活動をしてきたこの4年間で実際に区民の方からいただいた相談を形にしてまいりました例えば道路の植木の高さを変えることで歩きやすい道路を作ることそして街路灯の光を調整することでより開かれた道路を作ることそういった本当に身近なことをはじめ 区民の皆様お一人お一人の声をしっかりと区政に反映し10年後20年後の文教区を作ってまいりたい皆様と共に進んでまいりたいそのように考えております田中俊幸講演会への入会をよろしくお願いいたします